皆さんこんにちは。今日も始まりました、まるちゃんです。今回私がご紹介するのはこちら、ブリングお出かけリュックブックです。今回初めてオフィシャルブックが発売されることとなりました。軽くて使いやすいお出かけリュックになっております。ブリングというブランドはベルギー発祥のブランドで、今では世界中に店舗を構える世界的に人気のバッグブランドとなっております。シンプルなデザインなので、どんなコーデにも合わせやすいですし、デイリーユースからアウトドアまで様々なシチュエーションで使っていただけるアイテムとなっております。デザイン以外にもこだわったポイントがたくさんあるのでご紹介していきたいと思います。まるちゃん、まず今回の特別アイテムなんですけど、なんと2大特典になっておりまして、こちらのリュックともう一つこのモンキーチャームがついてくるんです。すごくしっかりとしていて高級感があるんです。取り外して使用することもできるので、お気に入りのバッグに付け替えていただいたり、鍵をつけてキーチャームとして使えたりもします。さらにポケットなんですけど、まず一つ目がフロントに大きめのポケットを付けました。 B6 サイズのノートも入る大きさなので、単行本とか手帳とかを入れるのに適しているかと思います。さらに両サイドにオープンポケットを設置しているので、折りたたみ傘とかペットボトルとかよく取り出すものの収納にぴったりです。さらに内側にもポケットが1つあるので、計4つのポケットが備え付けられております。荷物が多い方なんかはポケットによって入れるものを決めて収納すればスマートに収納できるかと思います。さらにこのバッグ、背負ってみて感じるのがものすごく軽いということなんですけど、なんとこのチャームを含めても 208g という軽さになっているので、全然肩も疲れませんし、さらっとお散歩に行っていただけるかなと思います。さらに細かいところで言うと、持ち手がついているのでトートバッグとして 2way で使えたり、もちろんこのショルダーベルトにもアジャスターがついているので、スタイルとかコーディネートに合わせて長さを変えることもできます。さらにメイン収納のファスナーはダブルジップになっているので、とても使いやすい商品となっております。すごく軽くて使いやすいんですけど、もちろん収納力も十分にありまして、実際に入れてみると、まずビードサイズのノート、さらに iPad で、またノート、タオル、500ml のペットボトル、お財布、ポーチ、こんだけ入れてもまだ余裕あるので、アメちゃんとか着替えの T シャツなんかを入れても十分に余裕のあるサイズ感となっております。本当に収納力も抜群で、なおかつ軽くて使いやすいので、本当にお出かけにぴったりのリュックとなっていると思います。まるちゃん、今回ご紹介したこちらのスプリングお出かけリュックブックは2350円プラスで9月3日より全国の書店さんにて発売されます。本当に使いやすいリュックになっているので、ぜひ多くの方に手に取っていただけると嬉しいです。まるちゃん、では本日もご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけましたら、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。